過去に風俗に行こうとして、元賞金女王として活躍していたプロゴルファーの古賀美穂さん。ゴルフ一筋のイメージがあった古賀さんですが、2015年に熱愛報道が出た相手と結婚しています。そんな古賀さんの結婚相手となったのは、古賀さんの7歳下のプロゴルファーの小平智さんです。2人は報道後、交際を認めて2017年3月に結婚しました。同年12月に行われた結婚披露宴では、400人を超える出席者から祝福されるなど、結婚当初は多くの人から祝福されています。SNS でもツーショット写真で仲の良さを披露するなど、仲睦まじい様子がうかがえました。2022年1月に放送された日本テレビの有吉ゼミでは、自宅の一室のリフォームを依頼するなど、夫婦でテレビ出演したことで仲の良さがうかがえた2人ですが、番組放送から1年足らずで離婚を発表しています。今回はそんな2人の離婚の原因について解説していきます。離婚の原因は仲の良さが目立ち、問題があるようには感じられなかった2人はなぜ離婚を選択したのでしょうか。2人の離婚の原因ですが、調べてみると円満離婚に見える一方で、とある原因が浮上してきました。今回は3つの原因について解説していきます。1、将来性の違い。離婚の原因の1つ目は将来性の違いです。将来性の違いということで、具体的な例を挙げると家庭に対する考え方の違いがあります。ニュースサイトニュースポスト7の取材で明らかになった2人の離婚ですが、離婚の原因について古賀さんの知人は、古賀さんは本当に子供好きで、自分の子供をすごく望んでいる。自分が年を取っても夫や子供たちと一緒にゴルフを楽しみたいという夢を語っていた。古賀さんは小平さんより7歳年上ということもあって、将来の家族計画に関してはより積極的に考え話していた。一方で小平さんは結婚後から上り調子でますます海外挑戦への思いが強くなった。古賀さんはそんな夫の挑戦を応援して優先させながらも、夫婦から家族という次のステージへ向かいたいと思っていた。夫婦で足並みを揃えられない葛藤もあったと思う、と語っていました。もともとプロゴルファーを引退後、バラエティ番組での出演が増えていた古賀さんですが、結婚後は小平さんのことを支えていた印象です。小平さんを支えつつ自分の子供を強く望んでいたのがよくわかります。古賀さんが子供に対する思いが強い理由は年齢によるものがあったようで、古賀さんが40歳になる年だったこともあり、区切りをつけたのではないかと言われています。30代半ばで結婚した古賀さんはすぐに子供が欲しかったようですが、そこで小平さんとの考え方の違いがありました。小平さんは古賀さんと結婚した翌年にアメリカのマスターズトーナメントに初出場、予選突破を果たすなど、プロゴルファーとしての功績を積み上げています。そのため家庭よりも自身のことに集中したかったように感じられます。実際に古賀さんは小平さんのアメリカツアーを支える形で送り出していて、ツアー中は日本とアメリカでの別居状態でした。子供が欲しい古賀さんと自身の功績をより積みたい小平さん、将来に対する考え方の違いで足並みがうまく揃えられなかったことで離婚の選択をしたと言えます。知人は2人の離婚について、40という年齢的なリミットもあったと思う、険悪な雰囲気はなし、お財布は別でお互い自立している、別居生活が続いていく中でどこかで区切りをつけようと何度も話し合っていた。この秋に離婚を決めましたが、調停や揉めることは一切なかった。財産分与などもゼロの揉めゼロ離婚と語っていることから、ある程度のところまでは2人で前から話し合っていたのではないでしょうか。離婚は悪いイメージがあるものの、お互いが別の道を歩んでいくという捉え方をすると、2人にとっては前向きな決断だったのではないでしょうか。2、小平さんの過去の素行不良。離婚の原因の2つ目は小平さんの過去の素行不良です。小平さんのイメージダウンにつながる事件が、古賀さんと結婚する前に2回あったのをご存知でしょうか。最初の事件は2013年12月に起こったタクシー事件です。当時夜遅くに仲間とタクシーに乗車した小平さん、目的地を告げるとタクシーの運転手が夜遅いためどこも営業していないかもとあらかじめ忠告していたものの、そのままタクシーは出発しました。結果としてはタクシーの運転手の言う通り、
お店はどこも閉店していました。タクシーの運転手さんの忠告通りだったため、諦めればそこまでだったものの、なんとこれに対して小平さんは逆ギレしたのです。タクシーの運転手に対して暴言を吐くだけでなく、営業していないのを分かっていて運賃稼ぎをしたとイチャモンをつけてタクシーの支払いを拒否しました。最終的に支払いに応じたものの、去り際にタクシーを蹴るなど終始悪行に及んでいた小平さん。しかもこの時の目的地が風俗店だったということで、イメージダウンにつながりました。なぜ当時そんなに話題にならなかったのかは定かではありませんが、現在であれば大きく取り上げられ仕事に影響することは間違いありません。2つ目は2015年7月、ダンロップスリクソン福島オープンでプレー中に高齢男性に対して恫喝を行ったことです。プレーの後半に起こったこの出来事で、小平さんはおい、お前、携帯と怒鳴りつけました。アスリートであればプレーの最中で集中していることもあり、音に対して敏感になる気持ちはわかります。ところが実際は男性は携帯を所持しておらず、近所の工場の音を携帯の音と間違えたものだったようです。小平さんはしばらくしてそれに気づいていたようですが、音に関係ない男性を怒鳴りつけた上、自分の非を認めずに謝罪せずにプレーに戻ったことで不誠実な対応で炎上しています。当時小平さんはまだ若かったため、短気な部分が出たのではないかと言われていますが、それでも20代の世間では大人になる年齢の人間が非を認めないのは良い印象を受けません。2つの事件は古賀さんとの結婚前の出来事だったものの、正確に問題がないとは言い切れません。3. 古賀さんの性格。離婚の原因の3つ目は古賀さんの性格です。小平さんの素行不良があった一方で、実は古賀さんも過去にキャディを蹴るという騒動を起こしています。2008年に行われた4月のヤマハレディースオープン葛城の2日目に起こったこの出来事の発端は、キャディのアドバイスに従ったクラブを選択したものの、ボギーに終わったことで古賀さんの怒りが収まらず蹴りを放ちました。他の選手がバーディーを取る中でボギーを取ってしまったことで、古賀さんはこの後も調子が振るうことなく17位に終わりました。この出来事について古賀さんは同日中にキャディと和解し、騒動に関するお詫びをコメントで発表していたことで、さすがの対応だったと思います。小平さんといい古賀さんといい、プロゴルファーは性格が繊細な方が多いのかもしれません。またバラエティで共演者に強烈なツッコミを入れるなど、いろんな意味で強そうな印象の古賀さんなので、家庭でも主導権を握ることで小平さんと衝突したのではという意見もありました。実際に古賀さんの方が年上なので姉さん女房のイメージは強いですが、 SNS では仲睦まじい様子がうかがえたので、あまり離婚の原因にはならないと思います。まとめ、いかがだったでしょうか。円満離婚の可能性が高い2人、お互いが別の道を歩むという結果になりましたが、前向きな選択だったとのことで、今後の活躍に期待したいと思います。